はい、どうも秘密基地フェガメ総帥発注でございます。今回はジェフ千葉戦順位表で言うとね、ここ12シーズンかな、今シーズンに出て連続でバンフォーレ甲府の方がね順位上っていう格下相手なんで、まあ今回もね負けるわけにはいかない試合、相模原でね負けてきた以上もうこれで負けたら最後よっていう、まあ前節ね負けてね、ただいろいろ足踏みしてくれたチームもあったりして、上との勝ち点差が7で済んでるからまだね希望は捨てないでおきたいんだけど、さすがに今日これで負けたら多分差が10とかねなった日にはまあ終わりかな。そんな感じでまあね、十何年二桁年数連続でまあうちのチームの方がバンフォーレ甲府の方が順位が上で終わっているっていうね、格下相手だから、まあここは必ず勝ってもらわなきゃ困るというところですね。頑張ってもらいましょう。まあね、煽らなくても分かってるっしょ。まあ気になるのは前節もだったけれども、バンフォーレ甲府がこの雨のオモバババツっていうねアビリティを持っているところ、台風とかね雨の日に勝てない、それだけですね、うん、まあ先に言い訳もできたところで、うん、雨には勝てない、千葉には勝てる、行きましょう。というわけでね、いやもう最悪っすよ、クソ試合。まあね、オミがいる間はまだ守れてたっていう意味では良かったんだけど、まあ言うてね、うん、これで3試合で勝ち点2よ。中断期間何やってたのかな、補強もしないしさ、できないとかしょうがなくてもさ、チームのさ、明らかに質も劣化してるしさ、ダメじゃん、これじゃ。何をしてきたの、まあ、それを教えてほしいよ。他が上がってるから、こっちが上積みゼロなのが、劣化に見える可能性はゼロじゃないけど、うん、まあそれにしてもだから、補強もしね、交代枠も余らせる。だって交代回数は飲水タイムのところとそのちょっと手前の順枚入れたところだっけ、うん、あそこ1回にしとけば、1回で2枚替えしとけば、うん、交代回数は1回保持できたわけだから、うん、ロスタイムそこで変えても畜生後手踏み上がってとは思っても、うん、まあまだ手は打ったなっていう、今よりは気分マシだったはず、うん、ほんとね。だしまあコーナーキックだってさ、いつも確かにコーナーで点取れるけど、うん、今日絶対取れないわけじゃん、うん、だって高さでいつも勝てるあれがないから今日勝てないわけよそれがなかったから守りきれなかった、うん、工夫も何もね、言い訳は通じる、うん、守りきれなかった方もそれだと思うんだけど原因は、うん、メンデス早く帰ってきてね、それだけも、もうそれだけメンデスだけ、うん、メンデスお前の力だけが必要だ、だけって言うとねあれだけどね、いやいやそこはねみんな必要だから、もうあとはもうセットプレー、またセットプレーで失点ってさ、川田の時いつもそう俺いやー、まあ、でも結構今日はピンチはしない、いやだから、うん、そこ差し引きすると結局今日は岡西でも結局1点は取られてたと思うから流れの中の方で最後の点取られたから最後のコーナーキックで、うん、失点して1対2にならなくても流れの中で1対1にはなってた気がする、うん、岡西だったら、だから期待値として変わらないと思うんだけど、やっぱあとはそこのその時の存在感よね、なんかもう考えても分からないっていうか、もうチーム自体の病気だと思う。もうそう、今日ももうダメダメ、いやもう今日はのもう酒飲むことしか考えてないっていうか、ちょっとさっきから頭痛くなってきたんですよ、うん、ショックが出たすぎた、うん、いやもう今日、まあ、あの状態で 1-0 で勝ってても不満には残る試合だったけど、まあ勝ったから、まあ、しのいだしのいだ、よくしのいだ、さすが守備陣ってなってた、そうね、メンデスいない中でだから特に川田ビッグセーブありがとうってなってたから、それはいいんだよ、いやもう準備してたよ、純馬が良かったしさ、うん、純馬はいい形いっぱい作ってたね、救世主になってほしいし、本当だよ、まあだけどトータルで後半開幕3試合勝ち点2は、うん、補充すらしなかった責任か、まあ、監督の責任かどっちかはこうちょっとそろそろどっちもじゃないかな、まあ、どちらかは少なくともだ、うん、それはあるどちらかはっていうのはというかもう散々思うんですけど、危機感を感じないんですごく何してもさ、
何をやってきたのっていうのもあるし、何もさ、言ったことをさ、何をって、ちゃんと SDGs とかボランティアとかやってきたよ。そうですね、よく頑張りましたね。でも本業を頑張ってください。だからさ、持続可能なのは、うん、J1 はほら持続可能じゃなくて3回も落ちてるから、これまで3部には一度も落ちたことないから、持続可能な2部を選んだんじゃないの SDGs で。知らんけど、いつまでもそう思うなよ。姉妹が今大変なことになってるじゃありませんかね、え姉妹クラブがでも最近姉妹クラブですらちょっとずつ状況上げてきてるからね。補充をしたから、南が来たから、もう補充すらして死ねる時点でダメだよ。本当にクラブに思うことは、もうちょっといろいろ危機感持ってください。スポンサー見つけるとかさ、まあ環境整えるとか、一応年度変わってから社長変わって、その方針でこういうタイプのスポンサーも引っ張ってきますって言ったんで、うん、そこのスポンサー見つけるに関しては、来季のユニフォームが変わり映えしなかったら、もうさすがに全部嘘じゃんっていう、やってできなかったらしょうがないんだけど、見えないからね、うん、そうだから、ある程度見える顔欲しいんだなって思うんだけど、試合の練習風景はさ、実は敵スカウティングされちゃうからダメだけど、うん、そこはダメでも、自分たちがさ、こう強化するためにやってる仕事っていうのをさ、見せてほしいっていうのはある。他のチームはさ、こうやってますっていうのはさ、明らかにさ、見せていいところはある程度アピールしてると思うんだよね。新規スポンサー見つけるとか、これじゃあ人の信用が得られないし、これやりますってうまいこと言って信用させてもらうことは誰でもできるんですよ。僕でもできます。でもそれを実行、それでやってダメだったらしょうがなくても、実行してるっていうところを見せてほしい。そこは本当に思います。だからそういうところでうまい口で言うんじゃなくて、危機感持ってほしい。本当にそれだけです。まあね、だからトータルを考えてね、実行するっていうのは結局、チームに任せるしかないから、うん、ただじゃあ監督変えろって言って、じゃあ誰にオファー出すんですかって言われた時に、候補サポのほとんどは須藤大輔のサッカースクールに電話をしてやりませんかっていうオファーは出せるんで、うん、オファー出せないだろうお前らっていう言い訳は通用しないんですよ、うん、まあ、なので、うん、まあもう言い訳はいらないっていう感じで、そう3試合で勝ち点に、これはもう由々しき問題ですね。もうそろそろ締めとこうか、うん、もうこれ以上あれだから。そうね、じゃあ SDGs 持続可能な J2 ライフを、じゃあね。